文字市は福岡県北東部にかつてあった市。市域は菊半島の大半の地域を占めている。北九州の玄関口として文字港を中心に産業が発展していた。1963年2月10日に、八幡市、戸端市、小倉市、若松市と合併して北九州市となり消滅した。北九州市が1963年4月1日に、 政令指定都市に昇格した際、旧文字市域は行政区の一つである文字区となった。文字市の前身である文字が、関村は、1889年、町村制志向に伴って、楠の木元郷の田野浦村、文字村村を合併、柳里の小森へ村の三村が合併して成立した。当時の個数は570個、人口は3060人であった。 役場は、中央の旧文字村に設けられた。菊郡旧小倉藩領に属し、廃藩地県後は、日田県、小倉県を経て1876年以降は、福岡県に属していた。なお、合併後の村名については、当初、文字村としようとしていたが、田野浦村から意義があり、文字が関村となった。文字が、関村の成立とともに、大里地区には、 柳ヶ浦村、菊半島のス尾ーナ川には、東郷村と松が、江村が成立した。1889年頃の文字が関村。塩田が広がる寒村であったが、蓄光作業が始まり、鉄道レールが付設中である。1890年当時の文字地図。当時の文字が、関村は、塩田が広がる漁村であった。しかし、 1888年に九州鉄道が設立されて1891年に文字駅が開業し九州鉄道の本社も博多から文字に移転した。また、1889年には文字筑工会社による文字工の埋め立てと船だまりの建設が始まるとともに国の特別輸出工に指定され石炭、硫黄、米、麦、 小麦粉の5品目の取り扱いを許された。これにより、文字港は、畜放から鉄道で運ばれた石炭を輸出する港として、急速に発展した。文字が関村の人口は、1889年には3130人で、あったが、1893年には8182人。 1894年には1077人にまで増大した。特に中市と呼ばれる公安労働者が増加したが、上下水道、道路、住居、衛生、納税など都市基盤整備が立ち遅れ、損勢は混乱していた。そのような中、1894年6月、本庁一丁目に役場の新築が着工され、7月26日の 福岡県知事告示によって文字が関村は文字町と解消された。文字町となった2日後に日清戦争が開戦し1895年4月下関で講和条約が締結された。この日清戦争の間に文字下関両校は幼少の港としてさらに発展した。文字進歩は 1896年1月の記事で、今や6年前の漁村化にあたりし、文字裏は全卓級型を一変して四通発達の一市街と化し、さららに進んで開口場となり、市とならんとするに至りたり、と書いている。この頃、山口県赤間ヶ関市と文字町との合併論が唱えられ、1896年2月の文字新報では、 山口県から内務省に、文字併合の申請があったと報じられた。しかし、赤間月市政の混乱もあり、合併論は沈静化した。1897年、文字町長、前田正春が病気を理由に辞任すると、文字町会は、前田前町長を、町長当時の報酬を保障する名誉条約に推薦し、軍長を新町長に推挙するとともに、 町長の年俸を480円から1200円に引き上げようとした。これに対し、調整の根本的改革を主張する改革派が反対運動を起こし、町会派と改革派の対立によって町役場の事務は停滞した。結局、前田前町長を名誉助役にする県は、県の認可が得られず、両派の妥協により臨時町会で、 後藤明新前軍長を選出し、年俸は800円とした。1898年には、文字庁の人口は25,280人にまで増加した。10月3日、市政志向権議案論議のための臨時聴会が開かれ、万丈一致で内務大臣に市政志向申請を提出することを議決した。申請書では、その理由として、 急激な都市化への対応が必要であること、軍費負担が重く、これを都市形成に振り向ける必要があることを挙げている。その結果、同年12月28日、内務省国時第135号により、翌1899年4月1日より、菊群文字町を市とすることとされた。蘇我部道夫福岡県知事は、明治32年2月、 文字を姿政地の資格ありと認定して上進した理由について外国交通の用路にあたれる文字校は国を代表すべき地位にあるものとして各級に姿政を施行することとなした内務大臣もこの点に着目して告示を発したと説明している4月1日姿勢が施行されると文字町長後藤明らしんが福岡県知事から文字縮む取り扱いを命じられ 当分の間、文字庁役場跡を市役所に当てることとされた。4月22日には、文字市政実施祝賀会が行われた。5月31日に、文字市会議員の2級、選挙、6月1日に1級選挙が行われたが、文字協会、文字同士会、他の裏協会、栄クラブといった政治団体が激しく争い、憲兵や、 巡査も取り締まりに乗り出した末、2級、議員15人中14人を、文字同士会が締めた。ついで7月3日の司会で、市長候補者を選出することとなった。当初は、九州鉄道会社社長らに押され、文字同士会の支持も得ていた、松田は十郎に、大勢が決していると思われたが、新たに組織された、文字クラブが、広沢鉄郎を担ぎ、 広沢派の自由運動に松田派が憤慨して、司会を欠席するという異常事態の中、広沢が第1回選挙で市長候補者に選出された。広沢の市長就任は8月10日に内務大臣の最下へ、得、8月18日に就任となった。その後、助役、資産次会、各区区長が置かれるなど、市の機関が一応成立したが、市長選挙のしこりから、 区長、区長代理の多数が辞表を提出したり、司会に、市長、助役、資産次会不信任権議案が提出されたりして、波乱のスタートとなった。1908年、広井市に、文字市役所庁舎が建設された。文字市は、土木工事として、水道工事と文字工集築工事に力を入れた。人口が増加する一方で、飲料水が乏しかったため、 菊群中山村大技頂き基地を水源として、最初の工事は1909年に着手し、1911年に一部、給水開始、1912年に竣工した。頂き基地に貯水池、小森への山腹に浄水場を設けた。その後も拡張工事が重ねられた。文字湖集築工事については、1916年以降、大蔵省の予算で、 東海岸の埋め立て、岸壁の築造、防波堤の築造、上屋二棟の建築が行われ、1917年以降、文字市の予算で、旧文字沿岸の埋め立て、岸壁、防波堤の築造工事が行われた。しかし、推進が限られており、岸壁には小舟しか経流できないという問題があったことから、1919年から内務省直轄工事として、 修築工事が行われ、1931年3月に、おおむね竣工した。また、市政施行以前に引き続く、第2期の宿設計として、明治35年から大正初期にかけて、昭治町、旗田町、清滝、小森江などで、河川、橋梁、道路新設の工事が行われた。1923年5月には、文字市が、 都市計画法の施行地に指定された。大正時代の文字市の地図。1914年には、文字港に入港する、帰船トン数が、神戸港や横浜港をしのいで、全国一位となるなど、文字市は貿易港として繁栄した。また、文字港地区の三橋通り周辺には、多くの銀行や商社が集まり、道路には、ガス灯が灯り、一丁ロンドンと呼ばれた。 三橋通りや西本町付近は、文字築港第一期工事で埋め立てられた地域、東本町は、第二期工事で塩田を埋め立てた地域であり、埋め立て地内には、銀行、商社が集まる、金融街の他にも、カフェ、西洋料理店、遊郭などが集まる、観楽街が形成された。市内を、九州電気軌道の路面電車が走り、市民の足として親しまれた。 東本町の埋め立て地の周辺には、第一船溜まりと第二船溜まりを結ぶ幅12メートルほどの水路が設けられていた。堀川には、沖中市を沖の元船に送る多数の小船が出入りしていたが、次第に汚れが目立ち始め、1933年に埋め立てられて道路となった。他方、沖中市らの生活は厳しく、路地裏には、 各宿や粗末な納屋が立ち並んでいた。沖縄市らの不満もあって、1918年の文字の米騒動は大規模化し、小倉第12師団が出動して鎮圧する事態となった。第一次世界大戦後、各地で工場の進出や宅地開発によって、規制市街地が狭くなり、近隣町村が発展、市街地化したこと。 軍政廃止志向により町村の担う業務が大きくなったことを背景に町村の市編入が相次いだ。その講師となったのが大里町の文字市への編入であった。大里町には大里製糖所、大里製粉所、帝国ビール、大里酒精製,製造所など鈴木商店系の工場が次々設立されていた。大里町と文字市との経済的。 人的交流が進むにつれ、合併の機運が高まり、1921年、文字司会から10名、大里町会からも、町会議員10名が、合併調査員として嘱託され、合併交渉が始まった。1922年5月18日、文字司会と大里町会で、大里町の地域全部を、文字司に編入する、旨の議案を可決した。内務省の承認。 知事の許可告示を経て、1923年2月1日、大里町の文字支編入が完了した。1930年頃の文字周辺地図。文字支は、大里町と東郷村を合併しており、諏名田川の菊群末が、江村はまだ独立している。ついで、1914年に初代桜トンネルが、開通し、文字支と、 東郷村との行き来が容易になったことを背景に、1927年、東郷村との合併協議が始まり、1929年9月4日、合併に関する協定が結ばれた。同月9日、馬場和エ文字市長が、東郷村を文字市に編入する、胸の議案を司会に提出し、満場一致で可決された。11月1日、東郷村の文字市編入が完了した。 この編入には、当時多くの町村が直面していた、財政上の休迫状態の緩和という意味が大きかった。1933年頃の文字史。軍政廃止後の市町村合併は1931年までに一段落、したが、その後、1937年から、戦時体制が進行する中、膨張する、中心市街への資材。 労力、食料などの供給のため、第二の市町村合併の波が訪れた。文字市と松が江村との間でも、1937年、ないし1938年頃から合併の声が上がり、合併交渉が始まった。文字市としては、将来の発展のために、地域を拡大する必要があり、また、 太平洋戦争直前期において、防空などの軍事上の観点からも、東部に長い海岸線を持つ松が江村と合併することは望ましかった。合併交渉に時間を要したが、1941年に入ると、松が江村の中に一部あった時期焦燥論も消え、し、村の協議会で協定事項について合意するに至った。 1942年2月11日の期限説、市、村合併委員会は、協定事項の調印を行い、3月27日、文字市会、松が、江村会ともに合併申請を満場一致で可決した。5月15日、編入合併が発行した。文字市は、北九州工業地帯を構成していること、文字湖という数用な港を要していたことから、 軍事攻撃の標的となった。1944年6月16日の第1回空襲から1945年7月21まで9回離サし、離サ面積は34万9000坪、離サ人口は1万8902人、離サ個数は4436個、死者は110人、負傷者は217人に上った。 多くの建物が空襲で消失したほか、嫌いにより、関門海峡が封鎖された。文字主は、1945年11月、指定戦災都市となり、戦災復興事業に取り組むこととなった。1946年9月、戦後第一回の地方制度改革が行われ、市長は内務大臣による選任から、住民による直接選挙制に変わった。 今までの市長は辞任し、吉田太一が臨時市長代理、市長職務代理者に就任した。1947年4月5日の統一地方選挙により、中野慎吾が初の公選市長として選任された。文字市の寄港は、終戦直後は15か39係であったが、1951年11月、部政を取るようになり、五部19か1所53。 係へと大幅な気候改革が行われた。1962年頃に文字市にあった国の主な機関は次の通りである。昭和37年頃の県の主要行政機関は次の通り。文字市は1959年7月14日、アメリカ合衆国バージニア州ノーフォークと姉妹都市を定約した。その発端は1958年。 大阪商船のホノルル丸ルの諸女公会に、文字市長が文字の風刺人形を送ったところ、銅線がノーフォーク港に入港した際、風刺人形のことが当地の新聞に取り上げられ、これを見たノーフォーク市長が、ノーフォーク市の象徴であるロイヤルメースの複製とメッセージを当時の文字市に送ったというものであった。ありがとうございます。